やっていきましょう。もしも清宮が3年目の清宮が4番でスタメンを張り続けたらどんな成績を残すのか、シリーズパートなんぼかは調べるの忘れてしまいました。せっかくこうやって置いてるのに、ここまで準備万全なのに肝心なところ忘れちゃった。やっていきましょう。2週間ぶりですね。どうも久しぶりです。ザラシです。この実況は続けていく。メインコンテンツ、うちのチャンネルのメインコンテンツ再生数がたとえ再生数が恋とプロデューサーに抜かれようとも、こっちがメインコンテンツだから、もう声を大にしていって、これがメインコンテンツだから。この模式よってこれ書いてる、ここのところいろいろ落書きできます。パート何本か書いてよかったね。雨が多い。字ぐちゃぐちゃじゃねえか。やめとこう。はい。雨だけ残しとこう。アザラシでも書いておこうかな。とりあえずまた今回も、今が7月の終わり頃なんでね。7月の終わりまでとりあえず進めていきましょうかね。で、来月が7月の4週後半まで。じゃあ3つかな。つか。まあやってみましょう。一応ね、まあ首位をひた走ってるうちのチームなんですが、ミラバルで勝ち。今シーズンはね、どこの球団、まあ今シーズンっていうのはこのゲーム中の話じゃなくて、プロ野球の、現実のプロ野球の話なんですけど、セリーグなんか守護神の、守護神の当該っぷりがすごいですね。それからね、言うの忘れてた。今回もやります。今週の清宮やっていきます。この字小さいな、この2週間の清宮やっていきますよ。小さくない字、結構頑張って書いたんだけどな。小さいっすね。思いのほか大きくないな。これやっていこうと思うのですが、あれです。試合が始まったらやっていきます。試合はね、手を離せるので、手を離していけるのでね。もう86試合も消化してますね。もう大体もう半分以上消化してるっていうことじゃないか、これは。だって関根がもう15勝してるもんね。このままいくと20勝通したよ。もう7月の終わり言ったら、本当ならもうね、プロ野球で言ったらもう半分以上あれですわね、消化してるということなんですね、本来であれば。今年はコロナだからね、なんかまだ始まったばっかしって感じ、プロ野球まだ始まったばっかしって感じが強いけど、例年通りだったらもうだいぶもうなんかあらかた決まりかけてるみたいな感じだ。清宮調子落としてますね。トレーニングするか、練習の方でね、興味の調子上げるような練習した方がいいかもしれない。若手投げさせたいな。若手矢野ベシッ、やばちょっとまずいよ、大英に肉薄されてるよ。関根なんですね、頼れるのは関根。500万円ベシッ、安いな。いやー、ちょっと大英が迫ってきてるのは怖いな。長井が、この焼きつくでは長井が一番大英の誇るピッチャーみたいな感じなんですね。現実ではそんな出してもなかったよね。お、球場の増築がついになるなりましたね。イエー、このシリーズそんな3年も続けるなんて思ってなかったからさ、基本なんか野球作って、そういう時は考えすぎないことだよ。適当に返事したな。そしてなんかすっかり忘れてる新人との交渉、
どうすっぺな。なんか方針がふわっとふわっと宙に浮いて、これ宮田ダメでしょ、もう動画外で宮田無理だよ、もう今から追いかけて宮田巨人が逆指名だよ。大悟の方もこれも追いかけたところで多分もうまくれないよね、これロッテの1位指名だよね。となるとうちやっぱこの青木だっけ小宮だっけ、どっちを良かったんだっけ。小宮しかねえんだもん、うちにはもう米ちぎる、どうしようスカウトちょっと変えてもらうか。キャッチャーこの2人だもんな。この人が出身関東ってことは関東なんだよな。ちょっとまあ一応外野も見てみるか。して関東してなし疲れ知らず何でも打ち返すホームラン量産、やっぱ球より速く足の速さで左右選手お願いします。てんてれてて、さあこの試合の、終わりであれします。この試合の終わりで、3戦目で、試合をじっくり見ていくっていう恒例のあれをね、恒例の試合観戦をしていきます。1試合目オリックスか、最下位のオリックスの3立て、3立て正代行こう、よしよしよし。で、勇気で。うちの若きエースになりかけてる勇気。清宮にあの調整のトレーニングしてないな。こうやってうちのチーム見ると、まあ清宮はまあやってる方だよね。まあまあやってる方だよね。まあまあまあ、まあ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 、まあ。ようやっとる。ようやっとる。清宮ようやっとる。こんだけ体勢整えてこんだけ体勢整えて全然カットもせずに編集もせずに時間上げしてるんだったらもう配信せえって思うけど、配信はしないよ。まもなく日没の時を迎えようとしています。ファイターズ対ブルーウェーブ、まもなく試合開始です。ファイターズ対ブルーウェーブ、はい、いやすごいよねこれ、思いついたのすごくない、こんなのやってる実況者そうそういないぜ。実況者っていうかあの配信者っていうかゲーム実況者なんだけどさ、ようここまでやれるようになったぜ。新しいの絵が描きたいのに、なんか変な感じになってた、やめよう。でもこの画面の手元を見ずにここを見ながら描いてるからやっぱ手元狂うね。さあ清宮三振、あーそうだ、だから清宮の成績とかここまでの成績とかで描いてると見るぐらいだよね。さあま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 あ、それはそれとして、これはこれとして、はい、やっていきましょう。今週この2週間のちょっと待ってよ、まだ手元でわちゃわちゃしてますね。めっちゃ消していってる。てってれってってれってれってってれ。試合見てないな、さては。試合見てないな。この2週間の清宮、これやりたかったんですよ。これをね。これをずっとやりたかった。動画を冒頭からやってもいいかなと思ったけど、前回これをやろうとしたらやっぱそこで手が止まってしまったので、今回はこの試合中に今週の清宮やっていこうかなと思います。さあしかし次の回の頭から今週の清宮やっていこうかな。ここ押さえてよ、ゆき、よし、藤田で、瀬田前、日高コンビ、
よし、さあこの辺りからの、この辺りから今週の清宮を挟んでいきましょう。新庄が内野フライですね。さあ今週の清宮、ここ見えますか、ちょっと小さくないですか。7月7日が2週間前なんですね。火曜日ハム7ハム1オリ7ということでね、岸君も2週間前の、試合はオリックスっていうか、まあ6連戦、先々週は先々週って言っていいかな、先々週はオリックスとハムの6連戦をしてたわけですね。しかしね、どうだろうね、清宮ちょっとね使われてない、この頃、この頃も 7-1 で負けて出場なしで、7月8日に7月8日にまあ1本ヒットを打ったもののって感じで、9日にはまた出場なしということ で次の1週間ピシッ、あれもう清宮打席倒れとるやん。その次の3連戦、この人なんて読むんだろう、この人バッターの名前読めないね、言ったな今、球場のウグイス男が言ったな。でも飛ばしていきます。次の3連戦の清宮、6連戦の後半といった方がいいかな、はあれ、どうやって戻るっけ、これか、ミニ球場、フォアボール、四球2ゴロか、四球2ゴロから3、1ゴロということで、まあ一回失礼したけどっていう感じ。ここね、めっちゃハム負けてます。ここで 1本清宮のツーランが出たし、これ負けてない、これ間違えてる可能性ありますね。5と3が逆かも。確かオリックスに負けた試合かな、じゃないかな、清宮のホームラン出たけどオリックスに負けた試合のような気がする。こうちょっとスコア怪しいです、逆のような気がする、ツーランが出たものの負けた試合だったような気がしますね、しますね。アウト、ちょっと試合、あーショート金子もおっ、ん、結構走ってくるなオリックス。でその次のカード、ペペン、ロッテ戦、ハムロッテ戦、ハムロッテ戦、7月14日からの6連戦はハムとロッテなんですね。これね結構清宮打ち出してますね、ここら辺からね、特に16日なんかは、フォアボールの後、フォアボール右ライト前、右本塁打、フォアボールということでね、全部出塁してる、いい日だっていう。でそしてそれ終わっての3連戦、6連戦の後半、7月17日からの3連戦、これはここもね、まあかなっていう、まあまあかなっていう感じですね。三振はあるものの、ま、長打はないものの打ってるって感じかな。これね、ここら辺はかなり心配、必要はないわ、三振しまくるわってあたりで、7月12日のオリックス戦ぐらいまではかなりこう、やべんじゃねって感じがするんだけど、ここからね、ここから、ロッテ戦あたりからちょっと、興味は復調気味って感じですね。で、はい、今シーズンの清宮。いや、試合ちょっと熱いな。こっちの試合も見た方がいいな。今シーズンの清宮、52打数10安打、打率1割9分2厘、3本塁打6打点。前回の動画を見返してもらうと、まあ、ちょっと成績上向きかなって感じはしますよね。低いなりには結構成績上向きかなって感じはします。はい、ということで、清宮の今シーズンの、てかこの 2週間の清宮でした。いいだけ言って、大して中身もねえっていうね。まあ、注目すべきはどこかな、まあ、OPS6 割8分5厘はまあまあかなって気がしますよね。まあまあかなって。OPS ここはまあまあかなって。あとまあ3本ホームラン出てるっていうのもまあかなってです。うちのハムの打線の中ではまあ、良くはないけど悪くもないぐらいかなって感じですね。ちょっと選手交代だ。ちょっとイチローを抑えれる気がしない。かといって左ピッチャーな。清水投げさせてみるか。ここだけワンポイントでね。得点圏が低いよね、清宮。これが良くないなって気がする。
これが打点が伸びない原因かなって。さあさあ一郎だ一発狙いしてたの。ここねピッチャー変えた方がいいと思う。なんならピッチャー変えた方がいいっていうか敬遠した方がいいと思う。アリアスは敬遠させて立山でゲッツーを狙う、こういう作戦でいきましょう。いやこのままだ。葛城イクロウ立山で行きたかったけど、いいスライダーだ。よし、これが新庄の抑止力。大島のところで立山かな。本来清水はね中継ぎじゃないんだね。いいな立山が立山が打たれるのはおかしいんだよ。めちゃめちゃいいんだから。牧野塁速球だけのピッチャー牧野塁。いや外野フライでしょこれはねえ。金子3打数1安打打ち上げた。厳しいね。東で東でそのまま打たせる。9回に3点取って勝つのは厳しくないか。てミラバルは投げさせられない。立山続投、ただしキャッチャーは相川に変えておきましょう。立山がさピッとしねえなこいつ。変えよ、もうダメだ、もうダメだ。立山帰れ。お前にこの舞台はちょっとふさわしくない。もうこっからどんだけ打たれてもいいよ。堀田が頑張る。一郎に対して堀田が頑張る。オリジナル選手の堀田が。今日どうしようかな。今回の動画使うとこ全然ないな。サムネにできそうなところ全然ないな。歩かしてもいいよ、もう一郎は全然歩かしていいよ。よしよしよし、頑張ってもらおう。アリアスを抑えればいいわけだから。ジョーシュアリアス、カツラギか。変えてもと一瞬思ったけどな。まあ堀田ようやった。カルロス、左のカルロス、こっから6点か。厳しいな、ちょっと勝てる気しないな。まあ悪あがきはしていこう。これいいバントでしょう。素晴らしい。セーフティーバント成功。
からのすぐ盗塁。日高の方はまあまあいいから、まあ B の走力 B でもさらにその中の速い方じゃないと多分盗塁は成功しないなとは思うけど、まあ、ここぐらいまでの機動力は使っていく。ノーアウト2塁つぼい、歩いていいな、歩かされていいな。これはちょっとヒットにはならないよね、ならないね。2番小笠原、このカルロスがね、ちょっとカルロスが厄介かな。うちの打線ちょっと左偏重なところあるから、あの打線のこう前の方が左偏重なところあるから、それ得点が伸びていかないな。何より清宮がね左だしね。いやー、小笠原を三振にするのはすごい。さあ新庄なんとか出塁して清宮までつなぐことができるか。つないでっていうか十分1打点。お、いけ、新庄のスリーベース、いいですね。左だな、岩下、いいんじゃないこの伸び方、いいんじゃない。まあ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 、よしよしよし、よい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 、全然よいよい。ブロウズ、ブロウズ、もうどんどん左出てくるな。これもヒットでしょ、これもヒットですね。ここでオバンドに代走、赤田がいいか石本ですね。石本即通り、ここ代打か、代打だね、これ代打出した方がいいね。稲葉の対左コーナーの低さ考えたら代打出した方がいいね。フロストで一発、フロスト、ちょっと緊張するなこのシーン。一発出ればまだある、まだあるぞ。いや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 、まあまあまあ、全然まだ焦るカウントで、まあ追い込まれたってことじゃない。ツースリーフルカウント、ガー、やられたな。まあ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 、9回に見せ場作ったかな、観客が喜んでくれるでしょう。観客とはちょっとこの1週間の半分分はちょっと負けたな。結構ダイエット2ゲーム差まで詰められたゲーム差が詰められましたね。これ今シーズン、この3年目の日ハムはちょっと終盤もつれるかもしれない。ダイエーがじわり迫ってんね。しかもピッチャー陣がいいな、これ投打のバランスはかなり良さそうです。ダイエー、内から小笠原と新庄とバンドと岩本勤か、岩本勤ダメか、負けたんか、松坂に。次はあれかな、オールスターゲームからかな。あれ、じゃあ今年オールスターあるのかな、あんのかな、コロナだけど。はい、ということで、じゃあまあ今日はこんなところかな、今日はこんなところかな。あまり見せ場のないプレイになってしまったけれども、そこはご容赦いただきたい。今日はここまで、ほなまた。